グルナーラクの538回目の誕生日を祝って演舞する人々学科とはインドの宿教徒に伝わる武術、武器術である。もともとは剣術だけを伝えていたが、今ではやり、弓や塔の様々な武器を使う。宿教の寺院やクシティの道場で稽古を行っている。ワールド学科カップの宿教徒宿教徒にはラージュプートの武術があり、古くからの伝統があった。 ムガル帝国と祝教団との戦争で、父のグルアルジュンが殺害された仇を討つためにグル、ハルゴービンドは護衛兵を備え、彼らに武術を教えた。その後、インド帝国の時代になると、インドの伝統的な武術の多くが弱められたり、禁止されていった。宿教徒の大学ができた時、フェンシングのルールを学科に当てはめた。宿教徒は、セポイの乱の鎮圧を助けた。 その結果として武術への規制は緩和されたが、パンジャーブの武術はかなり変化していった。この頃からパンジャービ武術を学科と呼ぶようになったという。学科という言葉の語源は、稽古に使う棒のことという説、サンスクリット語で槍を表す、ガッ科から来ているという説、パンジャーブ語で希望や解放を表す、ギャットと所属を表す、学から来たという説もある。学科は、 インド帝国の陸軍によって主に練習された。1880年頃にはラスミとケールと呼ばれる2杯に分かれた。インドが独立すると学科は復活し始めた。国際学科連盟が1982年に設立されて、そして学科は現在スポーツや剣部として人気があり、宿教徒の祭りでしばしば見られるようになった。復活以来、学科という言葉は、 畜教との武術全体に広げられるようになり、様々な武器術も学科として行われるようになった。最近は16から18世紀の技術を復興させようとしている。武器の性質によって技術ができていて、武器の正しい使用法は学科の中心である。刀がメインの武器だが、様々な武器を組み合わせて使用する。学科で使用される主な武器。ありがとうございます。